はい、どうも、アキです。はい、サクセスやっていきます。ということで、今回はね、SG 高校じゃねえや、春英高校の期間限定ルートに行ってみようという回でございます。はい、デッキはこちら、特攻キャラとりあえず3体詰め込んだのと、鶴屋、ヒカミン守ると、まあ、鶴屋で対左のあれを取るので、まあ、ヒント教えてもらった場合も取れるかなと。で、僕、初めて行くので全く知りません。行ってみようっていう回なので、本当に。何も知らないので、まあ、随時ググっていこうかななんて思いますけれども。あ、ちょっと待って、今何もらった？はい。経験点。思いますけれども。春英。ていうかね、あれですよね。春英自体来るのは結構久しぶりですよね。まあ、強いとは思うんですけど、SG にはかなわんっていう個人的な見解です。強いとは思うが SG にはちょっとかなわんっていうあれのもと最近あんまやってはないんですけど、まあね、またまたちゃんと攻略し始めたら動画も撮ろうかなと思うんですけど、まあちょっと今はね、現状ちょっと SG がすごすぎるんで、はい、期間限定が欲しいんだけど、あった、ちょっと教えてこないな、どいつもこいつも。これってレアリティ高い方が入れたとき、こっち系ゲットアップ的なものはないよね。あんまり詳しくないんですけど、まあ、なんか言ってないやつは、ちょっとパーコーも取ったんですけど、ちょっとまさかの音声が入ってなくてですね、はい。いやー、ショックだったな、あれ。まさか音声が入ってないっていうやつだったんで、ちょっとすっとね、消したんですけど、あー、パーコーも結構ね、いい選手できたんですよね。期間限定でレアリティも低いのに結構いい選手ができたのに、ちょっとすっと消しちゃった動画があるんで、あれちょっと悲しかったな。悲しみのすっが入った一回なんですけど、ちょっとね、せっかくなんで北雪のね、期間限定も行って動画にしてみたいと思います。てかこれはまあちょっとみんなに教えてもらうっていう意味合いもあるので、ちょっとわからないとこあったらね、これってどうすんのみたいなこと聞くと思うんで、ぜひともね、教えていただけるとありがたいです。ああ、雑用とかはあるのか。これ、セクソン1か。ってことは、ってことはあれか、もしかして。うん。ってことは、ちゃんとテストもあんのか。じゃあ、ある程度能力上げていかないといけないな。練習後にね、この、マネージャーが来ると美味しいんですけどね、春英は。評価10も上がるんで。で、これ、確か、これとか、チュー入れてると、チューの評価上がるのかな。これ結構美味しいよな、この10上がるのは。ここ注意入れてると、この固有イベントでは上がるのかな。 あんま上がる。評価20か。うわ、なんかよく出るな、正直言いますしね。あれなんですよ、実は出たんですよ、こいつ。元気になりたい選ぶけど、実を言うと、そのね、パワーコーのね、サクセスやってる時も出てね、久しぶりにね、パワーアップした選んでみたら勝ったんですよ。パワーコーでサクセスしてて、あれね、音入ってなかった。本当に割と S ランク作ったんですけど、ちなみにレアリティ低くて、なんか特攻キャラ全部入れて大金とかでの S ランクだったんで、割とね、いい選手作ったな感があったんですけど、ちょっとね、ダメでしたね。ショックだな。うーわ、彼女もいない。ほんでもしゃあないな。変化球量やばいって、さすがに。何、変化ゼロって。まだ何かしら変化球を覚えてないとテストが辛すぎる。うわ、彼女が来ない。で、定期試験っていつだったっけ。定期試験ってこっち来るとないのかな。期間限定行くと定期試験ってあるのか、こっち来ると。お、いきなり1軍に昇格した。あ、美味しいじゃん。美味しいけど、ここは呼び戻しとこう、ちょっと一回。うん、チャライとかはすぐ呼び戻せるのかな。よし、OK。一回練習してもいいな、彼女いたら。いないんで、呼び戻します。悟りが前だから、あとを呼び戻せる方が嬉しいな。あ、そうだ、立川勝負あんだ。いやね、春英ってね、僕が思うに2点良くないとこがあって、あ、3点か。まず1点目、なんか、一瞬なんか雑用しかできない期間がある。
で2点目呼び戻すに結構実は時間がかかる。で3点目練習レベルが上がりにくい。まあもともとのあの1軍はもともと確か3かな、結構高いんですけどっていう、僕3点良くないと思っている点があってですね、まあいい点としてはもちろんあの試験それなりに成功したらなんかそれなりに点数40点くれるのかなとか美味しいと思うんですけど、なんかね、あとまあイベントが少ないからイベント完走しやすいっていう人もいるんですけど、おいおいっていう人もいるんですけど、それはねなんだかんだね呼び戻す使うからどうなんだろうっていうところはあるんですよね。うん、でちなみに左キラーですね、もらえるのは野手も投手も。うわ運悪いな、確か守るもねあれなんですよね。あー友沢もかよ、もうこいつらみんな勝負型じゃん、みんな勝負で勝たないと戻せないやつらじゃん。守るも確か勝負あるしな、守るは戻したか、あいつ FB でしょ言うてもパワーヒッター持ってるとはいえ、守るから戻すべきか。コントロールが悪すぎてね全然ストライクが入らないんですよね、さっきからコントロール悪すぎて低めまで戻ってないし、友沢とかはもうパワープロ史上一番抑えるの難しいレベルでしょ。 OK、 まああんまり友沢戻しても意味ないんですけど、立川とか守るから戻せばよかった、確かに。自分も真似してみる、ちょっとここでコントロール、うわあんま技術来てないな、ちょ彼女評価いこう。ちょ告白まで間に合わないかもしれない、評価が。彼女が来ないんだもん、だって練習にスリアもないでしょ多分。オッケー、チャライはね結構イベントでのね経験点が美味しいんですよね実は。うわ彼女が全然来ない練習に。守る呼び戻すか、そうね、ほんと今ね SG がすごすぎるんですよね、サクセス。それにしても春英もね、なんでね SG 本当に一瞬輝きましたよね春英。いや今も輝いてますけど、なんか一瞬春英行ったくてなったんですよ、そのなんかアップデで春英がかなり良くなって、で SG がまだ出てなくて、もうなんか配信は決定してたけどまだ出てなかった、その1週間ぐらいだけなんか春英一択みたいなシーズンがあったんですけど、 SG 出てね本当に SG のね凄さがね際立つようになりましたね。全然ダメじゃん、なんで彼女、うわ彼女なんなかったよ、彼女なんなかったよ、もうダメだ、普段だったらすっと諦めていたよずっと。まあ今回に関してはもう期間限定行ってみたっていう回なんで、ガチサクセスを見たい人ははいスキップ推奨です。やっていきましょう、まあ気楽に行きましょう気楽に。まあサクッとねサクッとやっていきましょう、まあ、期間限定が美味しいのかどうかもう今回確認しとけばもうそれでいいです。はい、いや昨日なマジいい選手だな、作ったからな、コンボとか、要するにあれですよ、あのセレブなレストランですよ、セレブなレストランコンボも使った上でこう S ランク投手作るっていう、しかもパワーコーで、いや結構いい選手だったのにな昨日の、いや見てもらいたかったな。 OKでも経験点それなりに美味しいか、戻した時の。うわぁ彼女なんなかったな、まあそんな時もあるさ。明日があるさすがある、あリリースとった方が良かったかな、うわコツ教えてこない。新しい僕には夢がある、いつかきっと
いつかきっと分かってくれるだろう。あちたがある、あちたがある、あちたがあるさ。あ、でね、あの同じくというかあれなんですけれども、あのあんまり旬へ知らないんで、なんかあればあのアドバイスいただけるとありがたいです。はい、なんか見逃してることとあれば。近頃の若いやつはとよく言うけれど、あるより、あ、スクショ撮りたかったんだよな今。まあいいか、おっせえよ。好き好き大好きやってみたいけど、そんなに高くなさそうだな。おっせえよ、彼女になるのがよ。じゃあお疲れ。あー、じゃあお疲れじゃなかったかな、ここ。いやー、一緒か。バレンタインあるからとか思ったけど、一緒か。はい、で左キラー取りたいな、せっかくあれに来たからには。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何だったっけ、あ、ん、あー違うか、真ん中の方が良かったか。鶴屋かな、ここは。いや、サクッとね、サクッとやっていきましょう。もういや、あんまりなんかあれだな、とりあえず試験はないんですね。なんで期間限定はあんま美味しくないか。お、最強の特訓メニューってなんだ、選択肢あるのかな、なかった。うーん、経験点66にテンポ丸がついて体力27下がる。そこまで美味しくはないけど、どうなんだろう。テンポ丸って査定あるのかな、確か調子安定は査定あるんだけど、テンポ丸をついてることによって現状のサクセスで何かしらの恩恵がないなら、あんまりそんなだな今のは。で、なんか特にどれにしよう、あれにしようみたいなイベントもないですね今のところ。期間限定見てる感じだとあんまりなんか特徴もなんかないし、なんかコメントすることもないし、どうなんだっていうところではありますね今のところ。のーび、そうだな、なんか今のところ一体何なんだっていう感じですね。サクセス自体が一体何なんだ、おい。 Hey guys, it's Chika。 はい、どうも、バイリンガールのチカです。サクセス、 Let's play the success か。サクセスやっていきますとは言わんわな、バイリンガールさんは。 Hey guys, it's Chika。 いや、あの人ね、確かめっちゃめちゃ賢いんだよ。で、しかもめっちゃめちゃすごい外資入ってる、確かバイリンガールさんって。しかもバイリンガールさんってなんかあれなのかな、どっか事務所とか入ってるのかな、多分。運は入ってないよね。バイリンガールさんって何なんだろう。ちょっとこの後バイリンガールさんの動画見よう。あ、結構経験点美味しいんじゃん。30ずつ。でも定期試験ないからね。最後に勝てば30点も経験点くれるって結構美味しいですね今のところ。結構良いっすね今の結構良かった。さすがに悟りの人または体力回復が辛いな。そしてチャライのイベント経験点美味しいな相変わらず。やっとリリース来た。今んとこそのサイガぐらいしかないですね、なんか目星イベントは。期間限定も結局ね、かっこ必ず起きるとは言っていないってやったんで、どの高校も唯一だから必ず起きるって言ってるのが SG ですよね。 SG であのイベント、とりあえずミニゲームにさえ勝てば必ず恐怖の満了とかやるよっていう、しかもさほど難しくないっていうね、その SG も。まあそれなりにアーチャーなりなんなりがいて、
ああ、こういうの友沢とか入れてたりするとコツもらえたり経験点が多くなったりするんですね、多分。そのだからあれですよね。あ、対左が 40% になって、70% オフになった、これで。おお、ありがたい。そうだから SG はそこがすごいんですよね、多分。必ずミニゲームもしかもさほど難しくないんで必ず取れるっていうやつ、多分そこが SG はすごくて、他とはね、パーコーもまあ3、4回行ってみたんですけど1回もイベントは起こんなくてですね、まあ、全キャラ連れてって特攻、まあ、なんでそんな確率も高くないと思うんですけど、で左キラー恐怖の満塁男、マークはなんかスプリット教えてくれるのか、同性ミス機械強心臓か、まあそんなにどれが確実に高いってわけでもないし、まあ恐怖の満塁男が査定的には美味しいかもしれないけど実能力的にはどうなんだって思うところぐらいで、あ、ちょ待ってちょ待って、さすがにスクショ取ろう、よいしょ、ちょサムネイル作りがはかどるんでね、投手として頑張れ、切ります今回。あ、そうか、左キラー欲しい欲しいと思っとは思ってないんですけど、せっかく左キラーいるんで対左のコツを教えてくれるツルヤを連れて行こうと思ったんですよ今回。そもそもツルヤで取れるじゃん、わっはっは、なんてこった、なんてこった、なんてひだ、そもそもツルヤで取れるじゃん。あ、ハイパートレーニング、ハイパートレーニングさすがに3人コンボだから美味しいかな、ハイパートレーニングも選択肢はないのかな、あるわ、初めてやるわハイパートレーニング、うわー、そもそも対左取れたやつだ、ランダムで肘爆弾が上はありますね、真ん中はそういうのないっすね、体力最大値を上げたいなら一番下なんで体力最大値上がるんですけど経験点がめっちゃ少ないんですよね、で投手コントロールプラス1上がるんですけど、総合的に考えた時にまあ、肘爆弾がもしかしたらつくかもしれないんですけど、総合的に経験点的に一番美味しいのは友沢ですね。 OKOK、 よかったよかった、でもまあめっちゃ早いうちに来といたら、来てたらもし一番下で体力最大値上げるのもなくないかなと思います。まあ立川評価も上がりますしね、投手の場合は。それだと、あ、ちょ、経験点いくらぐらいだった、そしてあんまり見てなかったよ、18、37だから47の55に37足して、85の92 92、28足して、あ、結構高いね、110点って結構美味しいな、しかもスタミナも2上がるし美味しいな、ハイパートレーニングさすがだな。そう、コンボがね結構このデッキあるんで、自然とコンボ数が3つぐらいあるのかな、もっと増やそうかなと思ったんですけど、いろいろ入れて、葵ちゃんとか、それこそ葵ちゃんとか入れて増やそうかなと思ったんですけど、まあこんな感じで止めときました今回は。もういっそのことなんかコンボデッキにしてやろうかと一瞬思ったんですよ今回のサクセスやるにあたって、でもまあいいかみたいな。これ守るってちなみに切るとどうなんだろう、これいつも俺も付き合うよ選んでるけど、なんか実は上の方が美味しいみたいな感じじゃないの。あ、練習試合あるのか、こっちだと。しかもスバル、ガゴロの若いやつはとよく言うけれど、自分の頃よりだいぶマシ、多めに見よう多めに見よう、敬語ができないくらい、まあまあまあ悪くないけど、悪かねえけどよかねえ。あ、これ筋力余る余る、このままでは。だから打たれ強さここで取っちゃって、よし、暑いですね、しかし暑いですね、今年の夏は暑いですね。あれ、チャライが出てない、チャライそうか、セカンドショートだからサイガ友沢には勝てない感じか、能力的に。なるほど、
はい、伸びください。はい、伸びください。くれないな。おー、この笑って笑っては美味しいな。経験点がほんと笑って笑う。笑って笑ってこそコンボみたいな感じですよね。笑って笑ってってなんか普通にもうコンボでよかったと思うわ、マジで。24×3の72?とカチューのコツかなりですかね。レベル3ですから、まあカチュー自体がそんな経験点必要とはしてないんですけど、実際100以上経験点的にお得なやつで、何これ何これ、ツバメの食材にはなんとかみたいな、何これ何これ、珍百景、もうキレ丸のコツを少し掴んだ。なんかいろいろ起こるな、よくわかんないし、そう、趣味って結局よくわかんないんですよね。なんかテスト次第でさ、もしかしてこの勝負に勝てば金得？あ、それでもしかしてあれ？え、もしかして、もしかしてだけど、もしかしてだけど、それっておいらを誘ってるんじゃないの？違うわ。これ何回目？サイガ覚醒イベントを発生させていることが条件。サイガとの勝負を3回かけ勝てば、なんか投手の場合脱三振がくれるって書いてありますね。けどこれ2回目な気がするんだよな、まだ。ちゃうやん。あ、そうか。これしかもあれか。別に1打席勝負じゃないのか。野手の場合、あれですね。降格くれるらしいですね。サイガと対決で。サイガと対決？野手？どういうこと？サイガが投げるの？まさか。お、めっちゃいいじゃん。あ、まだ 2回目か。結構経験って美味しいな、それにしても今の。うん、ここはデートしようかな。あ、でも技術ちょっと足らないかなと思うんで。はい。球速こそ早くくれないと筋力がもう溢れ返っちゃうよ。まあ失敗して伸びでもいいしね、今だと。球速はもう溢れ返るよ、さすがに。球速こそくれないとやばいよ、さすがに。やばいよ、やばいよ。なんかよくわからないな。結局よくわからないな。なんかコーチがなんかアドバイスしてくるイベントが2回起これば取れるんですよね、多分。コツも。なんかでも今回起こってないんですよね、それが。いや、もうオールサクッとできます。変幻自在取ろう。キレも取っていいな。キレ取るか。自分取って、よし、キレも取ろう。いや、球速上げたいのに全然来ねえな。重い球取ったし、あ、ジャイロ取ろうかな。いや、重い球取りたいのに球速のコツが来ないから取る。あ、違うわ、球速上げたいのに。で、春英って実際どうなんだろう？モブメイトたちはどれくらい強いんですかね？春英のモブメイトはどれくらい強いのか。例えば西田くん、サード。まあ悪くない。外野手。そんな大して強くもないですね。で、SG みたいに全員積極守備みたいなことでもないし。ああ、マジでパワーコーの期間限定。しかももう一回取ろうと思ったらもう終わっちゃったっていうね。いや、せっかく S ランク投手期間限定で作ったのに終わっちゃったっていうやつだった。しかも SG の期間限定もちゃんと投手で挑むデッキとか出せばよかったな。あ、しかも点取られちゃった。まあいいや。あと伸びコツも来てないから伸びも取れないしな。筋力の使い道がないんだよな。溢れちゃうよ、早く。ツレアと守る、早く早く、ほい。あれ
おかしいね。オッケー。いやね、それにしてもね、あの次回アップデ予告がね、動画でも出しましたけど、アップデがすごすぎてね、まあちょっとガチサクセスというか、なんていうんですかね、またあれで上限解放するとなんか全然違う選手ができてくると思うんで、なんかこうなんか今取りたいデッキのやつとかも、今だとまだ PR レベル27でも何の恩恵も受けてないけど、これアップデートされたら PR レベル27ってかなりアップデ前と比べて強化されるじゃんっていうやつなんですよ。わかりますかね、伝わってるかな、この言いたいことが。レベル25で骨レベルボーナス増えるし、あ、伸びきた。あ、伸びこない。そうか、ま、完全に失敗したら伸びこないのか。そのね、 PR レベル27って今と次のアップデートごとではもう全然違うと思うんですよ。本当に本当に全然違いますよね。全然違いますよね。いや、伝わってるかな、この感じが。投手取っちゃえ。投手取るとやばいのかな、さすがに球速って結構使うかな。そんなに使わないか、5分の1あればいいから、まあ投手取っていいでしょ。 OK。 いやー、そうなんですよ。だからね、次アップデート来てから使いたいデッキがいっぱいあるんですよ。例えば僕の北雪デッキ、みその地下、あーなんだ、北雪デッキ、せっちゃん以外の北雪勢が全員 PR なんですよ。しかも、木枯らしとハッチに関しては上限解放してるんで、あの上限解放して、しかもレベル27以上にしてるんで、かなり強化されるわけなんですよ、僕の北雪デッキは。次のアップデートによって。なんで、なんか今動画に、まあ、今出してもう一回出せばいいだけの話か。そうか、それしよう。動画内でも言ったしな、それ今後するかもしれないって。全然違うんですよね、本当に。例えばなんですけど、みその地下って、キャッチャー丸のコツ持ってるじゃないですか。まあ、意外性もそうだけど、キャッチャー丸のコツいらないじゃないですか。で、だからこう、取るじゃないですか、けども。いや、取るというか、コツくれるじゃないですか。みその、キャッチャー以外の選手作ってる時も。まあ、もちろん、青染みする場合は結構、まあ、くれっていう感じだと思うんですけど、青染みしない場合、いらないじゃないですか。まあ、コツ、R だと 70% オフ、80% オフまで3回かかるんで、コツ3回分無駄だったんですよ。それが PR になると、そのレベル25からイベキャラボーナスの、そのね、新しい、そのコツイベボーナスがね、お、やば!あの、コツレベルボーナス2が追加される、まあ SR と同じになるってことなんで、それが2回で取り切れるようになるわけですよ。そうなってくるとね、やはりね、全然ね、違ってくるかなと個人的には思っていてですね。なんで、なんかあんまり今ね、そのデッキ使いたくないんですよね。将来的にかなり強化されるので。逆、北雪って結構そういうことがあって、例えばハッチが教えてくる、まあ走塁とかも 70% オフより 80% オフで取りたいみたいな感じだし、あとそういうの取らない場合ね、走塁とか内野安打丸とかを取らない場合、取らないんだけどびっくり置いとくと3回も RPR だと教えてきやがると。それだったらただ単に経験点くれって時があるじゃないですか。え、でもそれが PR レベル25のそのイベント、あれが変わるやつによって、え、負けんのかい、はい、負けんのかい、ま、火の負けんし、ことによって、あれじゃないですか。これちょっと精神足らないわ、さすがにここで負けると思ってなかったから。ちょっと春芸に関してはちゃんと普通のルートを、あの割と攻略してから動画出します。なんか結構ディスるというか SG の方が強いって言っちゃったんですけど、そうでもないんで、実はあの定期試験ね、あの必ず満点して取れれば結構いいかもしれないんで、いいかもしれない、よくわかんないです。はい、なんでまたまあそのうち春芸育成のコツみたいな動画出したいんですよね。はい、うわ、ほら筋力溢れてるじゃん、もったいね。いや、もう別に何でもいいんですけどね、もう適当な選手なんで、今回は間違えた、今回は別にどんな選手になってくれてもいいんですけど、ほら筋力めっちゃ余ってるし。いやー、これはあれだな、投手取らなければちょうどスタミナを上げれたけど、まあいいです、今回は。はい、今回はなんかこのルート見回った感じなんで、まあ別にまとめますと、はい、別にあれですね、特攻キャラ入れたからって今回みたいに怒らないこともありますし、
まあ絵画との勝負が経験点的には美味しいけれども、うん、まあ普段でもねテストちゃんと満点以上取れば、まあ野手なら40点以上、投手なら40点取れば、まあ経験点美味しいんで、まあ格別期間限定の方に来る理由もないなっていうのが正直な印象でした。はい。まあパーコーだと例えば合宿がなくなったりしてイベントが完走しやすいとか他もいろいろあると思うんですけど、まあ左キラーっていう微妙な特能だし金徳だし、パーコーはね精密機械と強心臓なんで割といいかなと思うんですけど、うん、っていう感じでした。以上が秋の見解でございました。ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後はね概要欄のいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。